みなさんこんにちは。キサグキサの大佐のブリッコと呼ばれてますダオコと島田さなです。ワンワン。はい、アジコマンです。テンション低っ。本当にそれでいくの。こんにちは、佐藤マンです。声を。ということで今日はですね、春なんですけど、女の子って春必需品アイテムみたいなあります？あ、でも私の推しはブラウス。やっぱ春夏とかってやっぱ女の子ブラウス着てる子多いよね。そうですね、まあロンティーとかの子もスポーティー系だったら多いと思うけど、ガーリーに行きたいんだったら絶対ブラウスが私のおすすめです。ブラウスってさ、難しくない？みんな着こなしてるけど、これって絶対実際着たらめっちゃ難しそうなんだなって。どうやって着るの？今日私がそれを紹介していきたいと思います。で、今日早速ブラウスを着てきたので、はい、紹介したいと思います。今回使ったのは、この黒のレースのブラウス。透けてるね。そうなんです、全部透けてるので、ここもその1枚できると大人っぽくなりすぎちゃうので、私はこのカーディガンを重ね着で合わせて、裾からちょっと出したりとかして、透け感を演出するコーデにしました。なんかあんまり普段のノアティのイメージではない黒。そうですね、あの黒は普段着ないんですけど、私は結構白が好きで、よく着てるので、その白を上に合わせてちょっと大人っぽいのとガーリーミックスみたいな感じにしました。ぜひダオのこの衣装と交換しましょう。はい、ということでノアティンに2着目に着替えてもらいましたので、早速登場してもらいましょう。ノアティン、どうぞ。2着目はこちらです。はい、変わったね、さっきと。あ、でもさっきのとインナーは変わってないんです。あ、これは変わってないのか。インナーは変わってなくて、シャラペットみたいな、はい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 、ボトムに変えたんですけど、さっきはちょっとスカートでガーリーミックスにしてたんですけど、オールブラックにして、かっこいい、ちょっと大人っぽい感じに挑戦してみました。春先の黒ってあんまり使わない、今はちょっと明るい色ってイメージがあると思うんですけど、これは透け感があるので、黒だけど重すぎないバリーな感じにしました。なるほどね、これだって街中で歩いてたらちょっと見たくなる。なんか目で追っちゃう？目で追っちゃう。今回は使わなかったんですけど、これ色違いで白もあって、かわいい。白にすると黒の大人っぽさが消えて、もう完全にガーリースタイルになるので、好きな方はこっちの方がおすすめです。好きです。いいね。ダオ君に来てもらって。あ、じゃあぜひ。ダオ君は、はい、その黒のちょっと大人っぽい感じと、この白の可愛い感じだとどっちがタイプですか？いやー、どっちもいいんですけど、黒かな。黒。はい、黒。ダオ君は黒が、黒が好きです。でも白も好き。ぜひこれを融合して着てみてください。そうですね。はい、はい、今日はブラウスの着回しの仕方を紹介しました。はい、いろんなスタイルがあると思うので、自分に合ったスタイルを見つけて、はい、よかったらぜひ参考にしてみてください。はい、バイバーイ。バイバーイ。